皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回の対人戦5対0で大敗してしまいました。相手の方が強かったです。で、現在6位まで落ちました。最下位です。いつもだとこの辺から、まあ、コム戦って来るんですけど、今回エスパーダ史上初の3連続対人戦になりました。もう運の良さで上がるっていうコンセプトが崩れてます。はい、ということでワールドリーグサードディビジョン第3節、よかったらご覧ください。前半の相手のスタイルを見た上で戦術を3人からの得意なパスで相手の裏をつけるか。前半は同点、両者譲らない展開となりました。後半お互いまず何とか早めに1点が欲しいところでしょう。ボールを奪います。持っていく、これは読んでいました。相手ボールになります。決めて、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ウムプキンはここは何とかクリア、
り時間わずかとなってきました。左に出す。ジェズスからミラー。ここで奪い返します。サイドへ送りました。左へ。ここで奪い返された。抑えます。決めて。ここは耳を使います。このボールを右へ送った。タッチラインを割りました。スローイン。試合終了。1-3の逃げ切り。監督も安堵の表情を浮かべます。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。